じゃあちょっとだけ長く。うん。うん。食べたいって言ったじゃん。そう、肉食べたい。食べる。やだになるぐらい。なんか、いっぱい食べる。いっぱい食べる。やだなで。いいな、ブラジルの肉食べてみたいな。あ、美味しい。美味しいだろうね。彼女と海とか行った？まだ行ってないの？湘南とか行かなかった？そう。あれはじゃあ花火？花火も行ってない。あ、戻ってんの？そう、戻りたい。戻りたい。うん。今準備してる。あ、そうなの？え、大丈夫なの？旦那さん置いてくんでしょ、まだ。うん、まだ。あ、でもあれ？短い時間？短い間。うん、多分ずっと。あ、ずっと？うん、そう。旦那さんかわいそうじゃん。かわいそう。ねえ。なんでこっち来て何すんの？また。よくわからないけど。うん。学校に。あ、また学校に？はい、で。みんなでもすごいな。そう。あ、ああ、でもね、ルフィあれ寒くないだって半袖と短パンでしょ。寒いよね。そうだよね。そうよ。あ、ユキが。ああ。フェリペ君、ドライヤー使ってる？家にある？ある。ある？あ、使ってない。あ、そう。こう、立たせるんだったら、うん、使った方がいい。そう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 。フェリペ君、髪、寝やすいから、そうそう。だから、こういう感じでやるんだったら、ドライヤー使った方がいい。うん。でも、寝かしてもかっこいいけどね。うん。とってもかっこいい。
そうだと思います。